願いいたします。私は嫁が1件あります。閣議の概要について申し上げます。一般案件と19件と政令人事が決定されました。大臣発言として環境大臣から環境基本計画の進捗状況の点検経過に関する中央環境審議会の報告について、総務大臣から消費者物価指数について、安倍総理大臣から海外出張在中の臨時代理等についてそれぞれご発言がありました。私から以上です。はい、朝日新聞のようです。海上自衛隊のですね、次期多用途ヘリコプターの選定作業をめぐって防衛省が海上幕僚長の処分を検討しているという報道がありましたけれども、この点事実関係はいかがでしょうか。まず報道については承知しています。防衛省からは現在防衛省の防衛監察本部において多用途ヘリコプターの機種選定に係る特別防衛監査を実施しているとの報告を受けております。詳細については承知しておらず、また観察に関することであるからコメントは差し控えたいと思います。はい、関連で朝日新聞の岩です。特別防衛監察を行っているということですけれども、自衛隊の最高幹部についてですね、そうした事態を生じているということはいかがお考えでしょうか。内容については承知しておりませんのでコメントを控えたいと思います。はい、読売新聞の海谷です。話題変わりますが、沖縄の関連でお伺いします。この後官邸で辺野古移設めぐる和解条項に基づく作業部会が開催されますが、政府としては今回の作業部会で具体的にどういった議題について協議したいとお考えですか。本日の11時から杉田副長官と挙げた沖縄県副知事を中心とする和解条項に基づく作業部会が開催をされます。本日の部会におきましては、埋め立て工事と直接関係のない工事の再開や、臨時制限区域の取り扱い、また北部訓練場の変化内容、こうしたことについて意見交換をされるという報告を受けています。いずれにしろ政府としては和解条項に従って訴訟と協議の手続きを並行して進めていくなど、誠実に対応していきたいというふうに思います。はい、ありがとうございました。